名古屋市で開催中の木下大サーカスの公演で、今日来場者が20万人に達しました。20万人目となったのは、春日井市から家族で訪れた飯尾高美さんです。開演前にはステージ上で象2頭に囲まれ、記念の花束や電動アシスト付き自転車などが贈られました。木下大サーカス名古屋公演はあさってまでの開催です。